はい、こちらね、えぇ、ー、死んだの、鶴河屋さんのね、あのー、福袋、詰め合わせの箱ですね。あれを買った後の購入後、開封レビューですね。はい。を <laughs> していきたいと思います。続きで、ね。まあ、あの、箱を買いました。えー、ボックスをボーンの方ね。開封しました、箱をね。だから、購入後開封のこのレビューですね。で、えっ、ー、と、よくあるのが、あのー、 ま、例えばこれがね、えー、あ、まあ、新品というか最初のシンラマンションのチョコが入ってるとするじゃないですか。あれをピャって開けるのはあれは開封レビューですね。で、これは購入後、買った後のレビューですね。はい。えっとね、結構ね、いろんな人にね、僕のあの、この、 あの、勉強になることを教えてもらってるんでね。あの、言葉の使い方とか、あの、怒ってるわけじゃないですよ。その教えてくれてる人はね。あの、この言葉の使い方はちょっと違うよとか教えてくれるんですよ。ああ、そういやな、とかね。うん。あの、みんな教えてくれます。あのね、みんなね、助けてくれるんですよ。みんな優しいですね。ちょっと、ちょっと鼻かましてください。ごめんなさいね。でね、僕もね、全然まだね、あの、この、 YouTube のね、あの、見せ方が全然下手くそなんで、どんどんね、あの、僕の個人的に勉強してるんで、まだね、下手くそなんで、まだちょっと我慢してあげてください。<laughs> あの、ちょっとでもね、みんなが楽しんでもらえるとか、ちょっとでもね、みんながあの喜んでもらえるようにね、あの、ちょっと努力をさせていただいてますんでね。ねへへ <laughs>。これ、ちまですよーって。あ、ごめんなさい。ちょっとね、あの、 顔を見せるのやめておきますね。これライトがね、猫ちゃんにとったら嫌なんですよ。真正面向くのがね。えい。えへしまちゃんも手伝ってくれるはい、しまちゃんはね、あの、お膝に寄ってね。はい。はい、こちらとね、これ何回か出てますね。あ、でもさっき出たのって、こんな、こういうキ、キンキラじゃなかったですね。まあ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 。ああ、ごめんね。 でこちらと、あ、これもあれですね、同じ名前なのにバージョン違いですね。これと、これと、これと、これと。れとシーラバー版書僕好きなんですけどね、途中からなんか僕買ってないんですよ。結構でもね、あのー、 そういう人多いですね。あの、僕、死んだ番集いろんな好きなんでね。あの、見て、見ててもね、あの、ちょっと買わなかったんですよね。ちょっとある時期行ってね。で、みんな同じこと似たようなこと言ってますね。なんかあの、僕とちょっと状況は違うんですけど、いついつまでは買ってました。ほね、あの、いつからかはね、なんかあの、まあ、ちょっとお金に困ってたわけじゃないんだけど、買わなくなりました。ほね、またね、あの、いついつで買うようになりました、みたいなね。あの、よく動画見ます。<laughs> 結構続いてますね。もうなんか確か僕の間違いじゃなくて10年目に入ったんかな。間違ってたらごめんなさいね。一番スタートからですよ。うん。こちらと、こちらと、こちらと。でね、えっ、ー、と、これは、あの、鶴ヶ谷さんのね、えっ、ー、と、購入語レビューなんでみんなもう知ってはると思うんですけど、あのね、あれなんでさっきから同じもん何回もあの紹介してるのってなるとは思うんですけど、 わざとじゃないんでね。あの、鶴ヶ谷さんでね、同じやついっぱい入ってるんですよ。その代わり、あの、安いみたいなね。はい。ね、ちょっとこんな感じに見せていきますね。じゃないとね、あの、とんでもない、あの、動画の、あれ、なんて言うんですかね、動画の、数になっちゃうんでね。今だからちょっとダブってたらちょっとごめんなさいね。あ、これとこれいいですね。僕にとったらね。うん。で、僕が思うのがね、 ええー、あ、僕が前注意されたのが、あの、こういうね、対応に入ってたやつは、こういう風にしてた時があるんですよね。で、それはね、ちょっと、ま、他の人のことを批判してるわけじゃないんですよ。他の YouTube 上げてる人はね。で、僕の前それやめてた方がいいよって、例とえね、ま、ダブってるやつはね、こうでいいと思うって言ってたんですよ。あの、同じこれを一回紹介しました。ほんでね、またこんな時に間に出ました。ほんで、こういう一回見したやつはシュッとやったらいいと思うけど、 あの、まだ一回ね、初めて見せるやつはせめてね、これぐらいのスピードでの方がいいんじゃないかなって注意されました。あの、で、もう一回言うんですけど、あの、ダウンタウやつはね、もうこうスッとしたらいいんちゃうみたいなね。はい。あのね、みんな教えてくれるんですよ。はい、こちらと。なんでもね、あの、失敗せとわからないですね。<laughs> 失敗というかこう、ね、あの、いろいろしないとわからないですね。 わわ、いいですね、これ。うわ、嬉しいなぁ。僕、僕にとったらね。あ、これさっき出ましたね。あ、これ何回か出てますね。これ何だろう。あ、これ分かりました、いいね。これ開封されてますね、ほら。分かりますほら、開封されてないっつって、ほら。この、あれあ、あ、じゃあ。俺、あれあれ違う。なんでこれ。あれなこれ。 ああ、分かった。あ、そうですね、これ。びっくりした。普通ね、今まで紹介させていただいた、あさせて、させていただいてるね、やつって、開封してないやつって、こういう、ほら、わかるでしょこの余韻の余白がある、この、こんな状態だけど、これほら、ピッチャーとしてますよ、ね、ほら。ギリギリで。ないでしょあれと思って、後ろ向いたらね、なんかでもこれがあるんですよ。と思ったら、これね、これをギリギリやって、セロハウンテープで綺麗に止めてますね。<laughs> 意味が分かった。これもね、まあまあ、 あの、開けたもの,ものも、ものをこんな風にしちゃったんでしょうね。これですね。ごめんなさいね。<laughs> いや、僕ひょっとしたらね、あの、こんなバージョンのものも売られてたのかなって、わかります今言ったようにね。あの、この、キチキチのビニールバージョンもなんかでね、あの、そういうのを発売されてたんかなという想像しました。<laughs> ごめんなさいね。余計な話多くて。 はい。これもね、初めてですね。嬉しい。なんか僕ね、これ、見てるだけで、あのー、わ、かわいい。あの、落ち着くんですよ。好き。あ、なにこれかわいい。なんかあの、あれ、えっ、ー、と、チョコボみたいですね。はい。で、ね、見せ方もね、あの、大量の場合はとか、あのー、数が少ない場合はとかね、やっぱあの、どうして見したらいいかなとか、あ、 こんな風に見したらい,いかなとか、あとね、こう、角度は、とかね、自分なりに、あの、勉強していってます。あ、なにこれなんか良さそうなカード。ちょっと待ってくださいね。メビウス。えー、なんか僕の中ではこう良さそうなカードに見えます。また調べときますね。今これを一個一個ね。あ。 これ、こんなん入ってたんですよ。でね、Yahoo! ーオークションでは、はい、いくらとかね、やってたらもう、一年かかります。<laughs> だから、あの、まあ、また、あ、それはね、後でやります。後っていうか、今後やります。あ、嬉しいな、これ。みんなもね、駿河屋さんのね、あの、これ、ひょっとしたら、いや、あの、僕みたいにね、あの、僕、幼稚臭いんですよ。あの、考え方がね。ダブっててもいいわ、とか、あの、質がね、悪い。まあ、どうやったんですかね。 ええと、専門ショップに持って行っても1円にもならないカードとかあるじゃないですか。ゴミみたいなやつね。あの、みんなが言う、例えで言ったらゴミね。僕あんなのも好きなんですよ。だから、そういう人にとったらね、あの、僕が今言ってる、わ、これいい、これはいい、あ、この駿河屋さんって買った方がいいですよってこう、僕と同じレベルはね、ただ、いや、違うね、あのー、 もう、上質レベルのやつね、こう、開けたときに、うわ、これはプレミアカードだ、オークションでもね、あの、これが5000で売れる、9000で売れるっていう、そのね、上質なもんだけ集めてる人にとったら、っていう話なんでしょうね。ただ、今言った僕みたいに、あの、すべてあ、あの、集めるとか、あの、何枚ダブってってもいいとか、そういうね、あの、こう、こういう低い考え方の人間にとったら、これするぐらいのね、この、やつって全然僕いいと思います。 あ、どんどん買っていこう。でもね、他の動画サイトでも言ったと思うんですけど、ほね、駿河屋をね、あの、よく、あの、利用する人に一回相談して聞いたんですけど、あの、死んだ番賞あんまり出ないよって、あの、この袋、ごめんなさい、福袋バージョンね。うん。あの、単品のやつとか、なんか、いろんな企画やってるんですよ。ほその、僕が言ってるね、福袋系以外はよくあるし、まあ、たまにあるけど、この福袋バージョンは、なんかね、えっ、ー、と、 一ヶ月にね、一回とか、下手したら二回、うん、ポン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 はしないよって教えてくれましたね。まあ、その人もね、間違っとったらごめんねとは言ってました。あの、その人もね、あの、するがをよく、あの、利用してる人なんですけど、 そのうう人もね、そんな仕事しながら見てるわけなんで、しょっちゅう見てるわけではないんでね。ひょっとしたら、その人が見落としてる時に、しょっちゅうね、この福袋っていうのをやってるかもしれないんですけど、でも僕もね、教えてもらってから、その、えっ、ー、と、するがえの福袋を最近よく見てるんですけど、やっぱり言ってること正しいと思います。平均で、ね、運が良くて、この福袋バージョンは1ヶ月に2回。ほんで、えー、運が、 悪くてっていうか、まあ、平均1ヶ月1回でやってない時もあるような気がするんですよ。でもね、えー、駿河屋さんってね、あのー、もう、なんか個数が決められてるんですよ。今回の企画は、はい、これ5つまで、はい、今回の企画はこれ、あの、2つまでとか、そういう時にね、もし誰かが見つけて瞬間にポポンって買ったら、もうそれでね、あのー、完売させていただきましたって、ポンと消える時があるんですよ。だからひょっとしたら、 僕も、その知ってる人も、完売して、その、鶴ヶ谷さんがね、あの、また、あの、欲しい人がいたら、ないのにね、こうみんながこう、押してしまうから、迷惑かかるかポンと消してしまってるだけなのかもしれない。はい。まあ、こんな感じでね、またあの、動画を配信していくんですけどね。はい。えっ、ー、と、僕のね、あの、動画の内容がいいと思ってくださる方、ぜひ、えっ、ー、と、チャンネル登録とコメントね、よろしくお願いいたします。